失望。お父さん、お母さん、先立つ不幸をどうかお許しください。それでは、さようなら。あ、首がない。三平です。親の心こしらず。ねえねえ、ともゆき、あんたちゃんと2階の電気消してきた？ちょっと見てくる。暗くて分かんなかった。三平です。豚の角煮。よし。三平です。ケイン小杉が新宿二丁目で働いていたら、小杉です。三平です。三平のちょっと面白い話。絶望。ねえねえ、三平くん、三平くん、悲しい時や辛い時は思う存分泣いた方がいいんだよ。だから泣きなよ、三平くん。三平です。初めて来ました、東京タワー。芝公園の中にはたくさんの草花が育てられています。東京プリンスホテル、プリンス。地獄。ねえねえ、お母さん、お母さん、悪いことしたらどこに行っちゃうの？ねえ教えてよ、ねえ教えてよ。うるさいわね。豚箱行くよ。三平です。あんたは首がないでしょ。三平。落とし蓋。ヘルスメーター。ねえねえ、三平くん、三平くん、三平くんって体重何キロあるの？ねえ教えてよ、ねえ教えてよ。見えない。三平です。とんずら。三平です。どうもありがとうございました。八王子市高尾山。ここ清滝駅からケーブルカーに乗るのが便利です。もみじ号は日本一の急勾配を登るケーブルカーだそうです。ないですか。あ、来てる来てる。許可をもらって線路で撮影を始めたら、なぜか下りのケーブルカーが向かってきました。テンパるわ。三平のちょっと面白い話。三平クイズ。僕は小心者です。さて問題です。僕が上がってしまうとどうなってしまうでしょうか。カチカチカチブー。正解はとんかつ。
三平です。高尾山はこの先です。1, 2, 3. 1, 2, 3.